こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はですね、以前もお話ししてますけれども、今力を入れてやってます御嶽岡の話をちらっとしたいと思います。このところね、いろいろとこうコロナでイベントとか全部なくなっちゃってるんですけれども、しきりに勉強されているようでございます。この前箱根の駅伝の歌、ちょっと聞いていただいたと思うんですけれども、実はあの歌もですね、御嶽岡が歌っております。これは正式に10月10日発売いたしますので、ぜひ皆さん、ご贔屓によろしくお願いいたします。今日はね、いろいろね、彼女のレパートリーもあるんですが、なんかやっぱりこう、古いこう日本的な歌がね、とってもこう似合う感じなんで、いろいろとこうトライアルはしてるんですけれども、つい直近に撮った歌でございますけれども、一つはですね、船頭かわいや、いい歌ですよ、これは。それともう一つは、十三夜、これも古い歌ですね。これはと戦前っていうのか戦中っていうのか、多分ね、昭和16年くらいの歌だと思います。この2曲をですね、ちらっと聴いていただければと思います。ぜひ今後とも御嶽岡ご贔屓にしていただきたく、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。